ちゃめちゃやばいじゃん。今日はですね、おそ松さんを見に行ってきました。おそ松さん、ギリギリお仕事だったんですけど、朝一からずっと撮影、また撮影だ、お YouTube の撮影をしてたんですよ。楽しみにしてて、早くみんなに見せたいですね。そうそうなので、お仕事終わりにレイトショー頑張って急いでおそ松さんを見に行ってきたで、やったって思って帰ってきたら眠くなっちゃった行きました、やっとだよ、嬉しいよ。なんか見に行けたんですけど、マジでまた何やってるか分かんない映画で面白かったです何を見せられてるんだろうって思いながらまた見ました。はい、なんだこれはって思いながら、はい、そんな鍛冶島でした。あとね、ネイルを新しくしたんだよっていう話もしたい。これ次のネイルです。あら来た、だらん、次のネイルはこちらです。なんかそう、そまちさんの映画、なんか今まで以上に何やってるか分かんない映画で面白かっただけど、なんかすごいな、なんだろう、もうなんかすごいわけわかんない感情にさせられました、映画見に行ったけど。なんかこれからこのデザインが流行るらしい知らんけど知らんけどね。だからこれでバスで挑みます。7月28日お楽しみに。最先端デザイン、いや分かんない、どんぐりかと思ったって。いや、なんかこれ好みあるよね絶対。私は好きだけど、こういうのでも好みあるよね。微妙かな。なんか流行り始めてるらしい、知らんけど私には分かんないけどなんかこの、なんていうの、つぶつぶの、つぶつぶ柄のネイルっていうんですか、つぶつぶ柄がいい感じらしいですよ。あー、こんにゃくとか、確かにこんにゃく柄言われてみればね。でもこう可愛いんですもん、本当にみんなに見せたいよ。私好きだけどね、まあ、こんにゃくって言ったら確かにこんにゃくっぽいね、言われてみれば。うん、セメント指に入れたってマジでさマジでさ、めちゃめちゃ面白いねこれ大喜利になっちゃって、やっちゃうんだ、かわいいでしょっていうやつだから、うん、かわいいでしょ。多分私爪を短く、ギター弾くからさ、爪短くしてもらっちゃったからさ、そうそう、お地蔵様、いや、めちゃ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 言うじゃん。ちょっと待って、え、可愛くないファンシーだね。まあでもみんなの印象に残るなら OK。 まあまあこんな感じです。しばらくはこれじゃない、だからティフとかもこれだと思うし、
8月後半くらいまでは多分これなんで、お地蔵様ですか、お地蔵様ネイルですよ。ネイルするとギター弾きやすいやって、弾きやすいね、弾きやすいっていうか、なんか爪に当たってもなんか取れる、何爪が割れるなんか心配がないから、思い切って弾けるなーって思いながら、でそうそう、大事な時がある時はプロの方にやってもらうと本番取れなくて済むので、この間の合間にネイルを行ってきたよっていう感じでした。あら、お腹鳴ってしまいました。石橋さん、あらありがとうございます。私も毎日ショールームを配信してるんですけど、今日寝そうでした。あら、危なかったです。毎年売れると思っている、いや、このまま毎年売れると思ったまま終わってしまわないように頑張ります。頑張ります。お久しぶりです。嬉しい、わざわざこうやって来てくださることありがたいですね、本当に。お地蔵様ネイルですっていうことにしておきます。あゆくん、だるまありがとうございます。お腹が鳴ってしまう、お疲れ様ですってありがとうございます。私は今おはようございますの状態なんですよね。そうなんですよ、完全に寝ていました。私も寝っ転がるとめっちゃお腹鳴るんですよね、グググググって。今寝っ転がってるってことが判明しましたね。あら、恥ずかしい。夜ご飯食べなかったの、食べた、食べてもなんかお腹空いてお腹鳴ってるわけじゃないよね、なんかね、お腹の中にいるご飯たちがねぐるぐるしてるのか。あゆくん、ありがとう。寝落ち、うわ大丈夫だと思う、一回寝たからね。お声が眠そう、お声が眠いです、やっぱ眠いかも、眠い眠い、ちょっと今日早かったからかな。明日は早くないんですけど、地蔵ネイル、え、でも地蔵ネイルって流行るかもね、本当に。いや知らんけど、めちゃめちゃ適当やんけ。みんなも今日一日どんな一日でしたか。家事はね、ドタバタ劇場だったかな。でもなんかそんなこともあっていいかななんて思っておりました。てへぺろ、イエイ。なんだろうね、行き急いじゃせっかちマンだからさ、バタバタしちゃうんだよね。私と一緒に過ごしたらみんな疲れちゃうかな。今日だからさ、分刻みスケジュールだった、自分的に。そのなんか映画どうしても行きたくて映画行ったみたいなところあるからさ、そうめっちゃバタバタちゃった。自分のスケジュール管理が得意ではないので、プライベートもバタバタしちゃいますよね。エイビーハートありがとう、ラブラブ。眠い、気持ちいい、だから今めっちゃ眠いの最高だよ。あれ、この間さ言ったっけ、家におっきい雲いたんだけどどうする、めっちゃ怖くない、おっきい雲いたよ、捕まえたけどね。なんか最近虫がいるよ、うちの家に。怖くない？
で虫、クモって1匹いたらさ、何匹もいるの？ちっちゃいクモ見たよ、こないだ。クモってそんないるの？クモって1匹見たらもっといるの？クモ怖い。結構怖くない？クモ。ああ、クモ見つけた次の日マジ片っ端から掃除機かけたよ。そう、クモだよ、怖いよ。なんでクモ別にうちに何かしてくるわけじゃないけど怖いよね。ゴキブリも怖いよ。ハエトリグモは可愛いだって。あ、そうなの。飛んでる虫を食べる。まあそうか、本当に虫食べてくれてんのかな。でもクモいっぱいいたらやだもんな。難しいよな、そこが難しいとこだよな。千葉から連れてきたで。いや、千葉なんだよ。ここも千葉どこも千葉っていうね。いきなりでかいクモ見たらウォーって出る。そう、まさにそれでした。あのソファー歩いててえってなって、怖すぎ。だからさ、申し訳ないけどアルコールスプレーシュッシュってかけて、なんか外に追いやっちゃった、酔っ払わせて。怖かったよ。何なんだよってね。クモはダメだよ、うちんち入ってきたら危ないよ。うちんちにクモ入ってきたらやばい。絶対にアルコールスプレーで酔っ払わせるからね。酔っ払いを作るよ、私は。クモで、え、じゃあさ、でっかいクモ見つけてさ、あ、クモいるわって言ってさ、見逃すタイプなの？でっかいクモだよ、でっかいクモがお家歩いててさ、あ、クモ歩いてるって言ってさ、放置できなくない？見逃すの？でかいクモだからね。でかいクモだよ、また出てくるんだよ普通に。ヤッホーっつって、マジすごいね。見逃さないで、チラッ、雲に転生すれば鹿島駅に入れるって。私酔っ払わせちゃうよ、雲シュシュって、アルコールスプレーシュシュってかけると酔っ払うからゆっくりになるんで歩くのがだから外に出しやすいんだよ。ちょっと怖くない？さすがに。でっかいクモ、ちっちゃいクモ見つけてもさ、あ、子供だってなってさ、あ、じゃあでっかいのいるんだなってなるわけじゃん。いやいや無理だよ。だからさ、怖いよね。まあクモって絶対、虫って絶対この家にいるっていうのは分かってるんだけど、いざ見ちゃうとね。だってさ、なんか寝てる時に口の中に入る確率とかさ、結構あるんでしょ？結構あるって言うよね。そうだよね、怖いな。そのアルコールでは酔うより刺激って。え、でもなんか元気よく歩いて帰ってったよえ、その後ダメになっちゃうのかな、うちやらかしちゃったかな。生きたまま優しくティッシュにくるんで窓の外。いやだってさ、仮にだよ、仮にさ、冷蔵庫の中とか入っちゃったらどうする？めっちゃ怖くない？ちょっと怖いよね。いや、逃がさないですよ、私は、虫は。あと、ソファーに寝っ転がってたら、あの上から電気の蓋？丸い蓋が落ちてきてびっくりした。わーってなった。
寝てる時に足に向かって歩いて、うわーこれはきついね、それはきついわ。あ、すいません。いや普通落ちるだよね、ちょっとびっくりしたんだから、落ちてきたんだから、めっちゃ怖かったんだよ、電気落ちてくる、なんかたらい落ちてきたようなもんじゃん、簡単に言ったら。すごい、なんかチャンネルダン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 明日はお昼頃に配信しよっかななんて思ってます。朝かな、どっちかな、なんかどっかで配信 しようって思うので、みんな遊びに行ってください、よろしくお願いします。それではお手を拝借、せーの、以上です。またお会いしましょう、バイバイ。お腹鳴った、よーって、あーせっかく来てくれたのに落ちた、ごめんごめんごめんよ、休みよ、危なかった、今来たばっかりごめんごめん、寝ますぜよ。